35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク化製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコントラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの方にチャンネル登録いただいています。ありがとうございます。10番の線の太さについてというところ、ご質問をいただきました。どういうことでしょうという話なんですが、10番の線の太さですね。印刷のところのですね、印刷スタイル管理のところに、例えば CTB なんですが、10番の線ですね、一見赤っぽい色なんですが、ここ線の太さ、オブジェクトの線の太さを使用ってありますね。この数字、上に行くほど濃く出ますが、下に行くほど薄く出ます。一番最後255番はいくらをですね、設定オブジェクトのものってしてしまっても薄く淡く出てしまうので、ほとんど見えなくなってしまいます。なので線の太さっていうと、できればオブジェクトの線の太さよりもですね、ご自身で 0.3 とか 0.5 とかですね、決めていただいたサイズを入れていただく方がよろしいかと思います。また塗りつぶしスタイルに関してもですね、できればオブジェクトの塗りつぶしのスタイルというのをやめていただいた方がいいかと思います。では印刷する場合には、実際ですね、1番から7番までの間を線の太さ、太かったり細かったりというところを決めていくものが多いかと思われます。それ以外の場合には、必ず DWG のファイルと一緒に CTB ファイルを相手の方にお渡しください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。